とりあえずもういろんな壁に貼るわ。だったら。おいてますます健在というところかな。シアルブラザーズ。ん？サタンの部屋。よう、去年会は、ジョセフ・ジョースター3体、おっとっとっと、レストレーター3体使って、キュードンをぶっ壊していくってやつだぜ。こいつ、アンチウィンド持ってるから、まあ、キューの僕大適正、さらに、SS が、ちょっと希少な、最初に触れた壁にスピードボール貼るってやつなのよ。それ、キューの僕で使ったことないから、めちゃくちゃ楽しみで、で、今回、まあ、オベロンどうやって活かせるのかと思って、使っていくってやつだぜ。そんじゃ、アラミタは、いつも通り、右側に焼き入れ頼むぜ。焼き入って、焼き入って、仕方ねえんだ。ステータス右側に押しとくぜ。そんじゃアラミナが右側に焼き印で押してくれたから確認していこうじゃねえか。反射砲撃アジンアビリティマインスイーパー M アンチウィンド。マインスイーパー M はまあマジ関係ねえ、ここに地雷出てこねえから。でアンチウィンドやることによってまっすぐうまく立ち回れる、大ダメージも受けねえ。でラックスキル、あー待て、ゲーショットアンチ幻想壁、まあそれも出ねえから全く意味なし。でラックスキルクリティカル、まあクリティカルはこの極で結構優秀な部類だと思うんだが、ウサギに触れた時だけ、ぬいぐるみに触れた時だけもう倍率バカ上がりするから、そうだ気をつけて。もう触れるだけでもうパーンって破裂するから、それは気をつけて。で SS 最初の壁にスピードアップウォール貼るというやつで、これがまあ最後のステージとかで貼りまくってよ。オベロンが上に入った時とかギューって幽霊さよっていけるように、まあ今回使ってみるってやつだ。で、さらに、友情、反射増殖弾。で、サブ、確定爆破弾。で、9の国は友情もクソもねえクエストだから、これはもう紹介しねえぜ。だって意味ねえだろ、全く使わねえんだからよ。で、HP が 23,197。まあ、重心化としては、まあ、合格ライン。OK、いい感じ。で、アタックが 24,520。アタック的にはまあ、高いな。でも一応、マインスイーパー M を持ってるということを想定して多分作られてるから、まあ、十分 OK。で、スピードが 323.50。まあ、本当に、まあ、砲撃型っていうステータスの可能性あるな、これ。で、まあ、最近のモンストの流行りだったと言っていいのか、普通主とか、まあ、見てわかるんだが、砲撃型にバカみたいな高いステータスを与えるっていうのがあったんだが、どうやらこのレストレートはそういうわけではなさそうなんだよな。まあ、その代わり、アビリティ豪華だし、クリティカルもあるから、まあ、その辺でカバーするっていうやつなのか。ちょっと難しいけど、まあ、あの普通主がちょっとヤバすぎたんだよな、本当に。あいつはマジヤベえから、友情とかも。よっしゃ、そろそろボス戦に入るから、まあ、実況やっていくぜ。よし、なんとか。まあ、自陣闇の反射だったら結構楽にいけるよ。自陣とか3体。そんじゃ、ボス戦やっていこうぜ。契約完了。で結構めんどくせえことによってオベロンここいるからゲージ外して倒しに行く。オッケー。で、今回は、アンチウィンドみんな持ってるから、右の聖騎士をすぐに倒してもオッケー。で、ハマるぜ、右側の聖騎士に。で、ハマれねえと。ハマれねえけどダメージはいい感じに与えれた。で、次。あのレストレード。うわぁ、弱点いったからハマりてえけど。そういうわけにはいかねえよな。左の木に当たって、ま、聖騎士にはまるか、魔導士にはまるか、どっちでも OK。惜しい！みんな仲良く右側に集まったけどよ。とりあえず次が、銃器レーザー。まあ、食らってもどうにもならねえから、縦勘で、倒すぜ、こいつを。まあ、これがアンチウィンド持ちのいいところだよな。引き寄せられてダメージを受けねえ。で、オベロもいい感じにダメージ出す。ここ結構入れ番するけど、行くしかねえ。で、今回はあの魔導士の処理が遅れたから、まあ、食らっちまうな。ドドドドドンって、あれを食らっちまうから、まあ、倒せたらいいけどな、これ。惜しい！契約完了。さすがに体力全部の状況から削るのは難しい。まあ、でもそんなに威力ねえからいいよ。さあ次はディスステップ、これに備えて回復しとこうぞ。ちょっとやりすぎたやりすぎた。あ、オッケーオッケーオッケー、いい感じ。さあ来いや。オッケー。で次真ん中はまるぜ。あそこあそこ。オッケー、いいダメージ。
このために、まあ、魔導士をいつも残すっていう戦法を俺は取ってんだよな。オッケー、これで突破。で、オベロは右側の方に配置。おい、大丈夫、ブーツ、片足しかねえ、ブーツ、大丈夫。オッケー。じゃねえと、SS で通らねえの。バリアで。レザーバリで、ほら、あれ。で、今の俺のオベロは同族過激。激死過激ついてって、紋章ついてるから、レーザー撃つと、右残しの状態なんだよ。だから、こいつで一回でも弱点つきゃ、オベロンで突破できるわけ。で、SS はあまり使わねえようにして最後、まあ、かましまくるってやつよ。で、次、聖騎士を倒すぜ、ハマって。じゃあ、じゃあ、だってそう言ってる。マジで、しかも倒せたねえし、レーダー引っかかった。まあ大丈夫。次のオベロンまで回しゃいい話。やっぱりよ、いつもここ、アンチウィンドあってもこんなに、やべえ状況に持ってかれんのか。とりあえず、ぬいぐるみ殴ってよ。反撃モード食らったわ。このパワー！けど大丈夫。あ、全然ダメージ、誰も食らわなかったのか。あ、そっか、こういうのも重要だよな。配置によっては反撃モード食らわないから。よし、ちょっと食らっちまうけど、レーダー。行くぜ、ムーンライトマジック！重要レーザー。オッケー！で、オベロン、上にはまったまま。これはめちゃくちゃラッキー。じゃあ早速よ、上に貼ろうじゃねえか。おいて、ますます健在というところかな。なんかお前自身はあんまりスピードアップしねえのね。おいおいおい、そっち行くかい。うわ、これちょっとやっちまったな。これ上に貼れねえわ。上に貼れねえこいつだ。ごめん、とりあえずもういろんな壁に貼るわ。だったら。おいて、ますます健在というところかな。こいつは結構暴れてんな。まあまあまあ、他のスピードアップオールもあったからか。いいから油断するな。契約完了。うわ、こいつも上に貼らねえ。マジ触れ、ちょっと待って、こんなことある？この木に当たって下跳ねて上に張りに行くか。あ、ちょっと待って、そしたら下に張るじゃねえか。おい、いや、バカだろ今の。まあいいか、まあ、今魔導士倒したから、まあよしとするか。何を俺は思ったんだ今。今更反撃モード。まあいいぜ、次オベロンに見せてもらおうぜ。弱点は来ねえが、行ってこい。オベロン、このパワー。オッケー、倒して倒して、その中途半端に残しやがって。じゃあこいつに決めてもらおう。全然決まる気配ねえな。じゃあ次はよ、まあ、どんどん暴れてもう倒す感じでいこうぜ。で、次のレストレードがドイツだ。オッケー、そんじゃ暴れていこうぜ。大丈夫、この角度一旦木に当たった方がいいかな。いや、ぬいぐるみになっていこう。食らう、反撃モード食らったけど大丈夫、回復しまくって全然倒せねえ。ちょっとオベロンに回すのは、なんかちょっと悔しいかな。縦勘で倒そう。いい感じに弱点きた。オッケー、それじゃああんたの負けだ。お若いレディ。よっしゃ、というわけで、レストレード、めちゃくちゃ使えるんじゃねえの。よかったら、オメラも3体で、お試しあれ。いや、試すやつはいねえか。いいからそこに並べ、俺が焼き寄せやるからよ。
夜勤が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。夜勤って仕方ねえ。